私、小田光雄、53歳。妻子に逃げられ、会社はリストラ。先輩にそそのかされ、勢いで会社を立ち上げたものの、待ち受けているのは孤独死だけかと、お先真っ暗だった時。はじめまして、ひとみです。ひとみさん。大丈夫かあいつ。恋する乙女みたいですね。そんな時秘書となぜかこうなっちゃったりもして。ずっとこうしたかった。はいチーズ。あ、もうお祝いのつもりが気づいたらベッドで写真撮ってたんだ。いやいや、もうだからそれはもう冗談で。小田さんひどい。もう恋なんてしないなんて言ってみたいんですが。ちょっと付き合う。え、いいんですか。行きます。いかがお過ごしですか。ここ初めてですか。ハロー、元気。愛しい人たち、今も消せずに愛こんな揺れる。いいよ。ただ夢を見てたくて、僕は変わらない。日々が続い。人生は一人ですよ。あ、ついでに私主題歌も歌ってます。この続きはぜひ劇場で。また会